こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの2代目イヤホン王子ことユニです。今回ご紹介する製品はハイユニットの 003PNK 有線ピアホン5でございます。こちらイヤホンウェブ価格で 57,200 円の製品です。有線ピアホン5はですね、ピエール中野さんが手掛けるピアホンの有線イヤホンのラインですね、それの第5作目の製品でございます。今回はですね、ハイエンドモデルとして位置づけられているまさにね、究極の有線ピアホンなんですね。今回はですね、有線ピアホン5についてはもちろんなんですけども、歴代の有線ピアホンとの比較であったりですとか、他のブランドと比べてどうなのかっていうところもね、実際にご紹介していこうと思います。動画のね、途中からですね、あの方も出てくるかもしれないので、ぜひね、最後まで見ていってほしいなと思います。ということでね、早速まずデザインなんですけども、これね、パッと見た感じでもうすでにね、かっこいいなっていう感じがします。このデザインが製品ページにね、書いてあることなんですけども、日本の伝統技法である金継ぎを想起させるようなデザインっていうのを採用してます。なんかこういったこう和のテイストというかね、そういったものを取り入れてくるっていうのはちょっとね、個人的には意外だなっていうふうに思います。なんかよりこうハイエンドイヤホンっぽいデザインといいますか、すごいこだわりがね、詰め込まれているっていうのがよくわかるデザインなのかなと思います。でもちろんね、こうピアホンと言ったらっていうデザインというか、バイブス君とあとは PNK のロゴもね、もちろん入っております。で、今ここに、ね、あるんですけども、前作と前々作の有線ピアホン3と有線ピアホン4、こことね、若干こうデザインのね、違いっていうところもお話ししていきたいんですけども、やっぱりね、気になるところは有線ピアホン3の方かなと思います。形とかですね、デザインっていうのももちろんちょっと違うんですけども、結構、似てるかなというふうには思います。金継ぎをね、彷彿とさせるデザインがなかったりですとか、模様っていうところは若干違うんですけども、大きさがちょっとね、違うんですよね。有線ピアホン5の方がちょっと太いというか、厚みもあるかなっていうふうには思います。で、有線ピアホン4の方はもちろんね、全然形が違うんですけども、これはフィットイヤーとねコラボ製品だったので、これもね、持ってる方も非常に多いかなとは思います。であとはね、有線ピアホン3の方はダルマオーディオとの、コラボ製品でもあったんですけども、今作の有線ピアホン5もダルマオーディオとのコラボ製品にもなっております。有線ピアホン3の場合はダルマオーディオのロゴが入っていたんですけども、5の方はそれがなくなって PNK のロゴに変わっているっていう風になります。でね、有線ピアホン5、装着するとこんな感じです。で、3つけたらこんな感じなんですけども、先ほども言った通りですね、少しその厚みがあったりですとか、若干筐体大きくはなっているんですけども、3、5ともにですね、非常に装着感も良くて、厚くなった分の不快感というか、そういったところは全く感じさせないこう良好な装着感っていうのがつけてみた感想ってところですね。っていう感じでね、レビューしてきたんですけども、僕一人でね、話しているよりやっぱりご本人に登場していただいた方がね、この良さが伝わると思うので、ということでお呼びしたいと思います。ピエール中野さんです。はい、おい、ピエール中野です。よろしくお願いします。はい、ピエール中野さんとですね、このピアホンの魅力っていうのをお話ししていこうと思うんですけども、まずは、ピアホン3、4、そして今回の5が、どういった方にこう向けてというか、どういったコンセプトで制作されているのかっていうのをちょっと簡単にご説明していただいてもよろしいでしょうか。簡単に言うと、もともと有線ピアホン3がハイエンド、一番こうなんていうの、もうこれぞピアホンのフラッグシップというのをモデルとして、開発されたもので、でピアホン4に関して言ったら、有線ピアホン4に関して言ったら、もともと有線ピアホン1っていうのが元ネタにあって、でそこからさらに、フィットイヤーっていう津山さんのところで、調整を再度かけてもらって、でマイクもつけてっていうので開発したイヤホンで、有線ピアホン5っていうのが、もともとの有線ピアホン3っていうフラッグシップをさらに高次元なものができないかっていうので探っているところで、これだったらフラッグシップとして出せそう、更新できそうっていうところで発売されたもの。あとでね、ちょっと音質のレビューもするんですけども、めちゃくちゃ良かったです。あ、良かったっす。めちゃくちゃ良かった。いいはずなのよ。はい、そう、いいはずなの。これ本当に良かったですね。嬉しい。もともと1、2って出して、有線ピアホン1、2って出してきて、やっぱそれ結構ね、好みが分かれるというか、評価も結構賛否両論あったりとかしたんだけど、3に関してそこから流れが割とガラッと変わってきて、あ、これが本当にやりたかったことなんだみたいな、音作りがちゃんとこう
できたっていうところで、で割とこうオーディオ好きの方々からも評価を得られるようになってっていうの でそこからオーディオの楽しさっていうのを追求できるんじゃないかっていうところで、あの有線ピアノ5が完成できたので、うん、だからそこでちゃんとこう良かったっすって言われるのはすごく嬉しくて、だからあれですよ、初代の王子も絶賛してくれてて、はい、5めっちゃ良かったっす。3ともちろんこう5をね比べる方も多いと思うんですけど、うん、今回こうドライバーが変わってると思うんですけど、うん、そうね、今回こうどういうドライバーを搭載したんですか？基本ダイナミック一発なんだけど、はい、特殊な電気の通し方をする方法をやっていて、だからね音量もすごい稼げるし、パワー感もすごく出るっていうので、うんうんうん、なんかやたらこれパワーめっちゃ出るんですけど、一番最初に聞いた時に、うん、って聞いたらなんかそういう製法を使ってて、そういう技法を使ってて、そう音量稼げたりとかするんで、うんうん、これだったら多分3よりも音の作り込みの幅が広がるからできるんじゃないですかねっていう提案を受けて、あ、じゃったらこれを元にして作り込んでいきましょうっていう流れだった、うんうん、確かにもちろん3とか、まあ、5も面白そうなんですけど、うん、この価格になると、うん、まあ、DAC を通したりとか、あ、そうね、DAP を使って聞く方も多いと思うんですけど、僕スマートフォンと5で聞いてみたんですけど、うん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 、確かにスマホでも十分音量も取れるし、うん、めっちゃ音出るよ、はい、そのパワー感っていうのもすごい伝わってきたので、そこもやっぱすごい利点だなとは思ったんですよね。あのやっぱパワー稼げるとその速度感もちゃんと出てくるから、はい、聞いてて楽しいんで、うん、すごく、うん、まあ、ちょっと僕の感想っていうのを少しだけこう話そうかなと思うんですけども、はい、やっぱりまずはね非常に素晴らしい音質だったなっていうのはあるんですけども、その良かったなって思うのが、まあ、主に2つポイントがありまして、はい、まあ、それが低域の質感と、うん、あとは中高域の聞きやすさ、うん、この2つかなと思っておりまして、うん、まあ、1つ目の低域はねさすがもうピアホンというそうね、感じで、もうとにかく深くて重い、うん、そしてずっしりとした低域っていうのを非常に感じられるようなサウンドだなと思いました。で、まあ、ここまでこう低い低音っていうのが出るんだっていうのに、あ、そうだね、すごいこう驚かされたんですよね、うん、なんか最近であれば割とこう骨伝導ドライバーを有線イヤホンに入れてくるメーカーさんっていうのは非常に多いんですね、うんうん、骨伝導ドライバーってすごい低域の鳴り方が分厚いというか、うん、なんで最初骨伝導ドライバー入ってるのかって一瞬思ったんですよね。なんかそれぐらい低域の厚みというか、そういうところに非常に驚きましたね、うん、凛としてしぐれの楽曲はもちろん他のこうロック系の楽曲との相性っていうのめちゃめちゃいいですし、やっぱりそのドラムの音、パーカッション系の音、そのレスポンスの良さっていうところも非常にあって、ただ分厚いだけじゃなくてちゃんと速い曲にもこう対応できるというか、そういったところを非常に感じたのもいいポイントかなと思いましたね。で2つ目のその中高域の聞きやすさってところなんですけど、ここまで分厚い低音がありながらもこの中高域の綺麗さやばくないって思ったんですよね。めっちゃ綺麗、うん、なんかバランス的には確かにちょっとこう低域寄りなバランス感ではあるんですけども、うん、その声の部分とか、うん、こう金管楽器の響きとかそういったところも非常に繊細に表現されていたので、うん、これめちゃめちゃすごいなっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、ありがたい。なんかそこもやっぱ狙っているというか、うんうん、まあ、ピアホンシリーズ共通して実はあるんだけど、はい、さらにそれをブラッシュアップできたっていうのが有線ピアホン5にはあるのかなっていうのは、今回一番音質こここだわったんですっていうところってのはどこなんですか？やっぱ3をどう超えていくかっていうところがやっぱ一つの大きなテーマになっていくか、まあ、3は3でやっぱ完成度めっちゃ高いのよ、うん、高い、人気なのもすごくよくわかるし、うん、まあ正直これ以上のものってどう作ったらいいんだろうぐらいに思ってたぐらい理想的な音を出していたから、だからそれでいくんだったらやっぱ迫力っていう面をもっと押し出したら、そのオーディオ的なやっぱピュアオーディオ聞いた時って、はい、まあ、なんだかんだってやっぱ迫力あるんだよね、音、そうですね、音の確かに、あれをやっぱ想起させるような音をイヤホンでどう表現できるかなっていうのは、有線ピアホン5に関してはちょっとだからそこに近づけるんじゃないかっていうのは思っていて、やっぱピュアオーディオを聞くとこんな低い音出るんだ、やっぱもちろん感じられるし、でそのなんか圧倒的なパワー感だったりとか音圧っていうところを、まあ疑似でイヤホンで再現できたらいいなっていうのは実は狙ってはいたっていうのはありますね。その中でもそのピュアオーディオのあの体験っていうのはやっぱ強烈だからさ、そうですね、体験として
そこに近づけるんじゃないかなってやっぱ有線ピアノ5は思って作り込んでいるっていうところは、だからオーディオ好きな人が聞いたら、はい、最初ちょっと違和感があるぐらいなんだこれってなってくる、なりますね。でちょっと聞いていくとめっちゃいいっていう風になるっていうようなイヤホンは作れたのかなっていう、うん、このピアホン3と有線ピアホン3と、まあ、どれだけこう進化したんだっていうか、うんうん、変わったんだっていうところを気になってる方も非常に多いと思うんですけども、うんまあ、個人的な感想を言いますと、うんうん有線ピアホン3もやっぱ完成されてるんですね。そうね、うん、非常にその音質はいいんですけども、強いて個人的に言うのであれば、ちょっと高域の部分の張り付きというか、若干その刺さるというかキンキンするところが少しあるなっていう感じが正直してたんですよね。で、それがあったんで、じゃあどうなってんだろうと思って5聞いたんですけど、それ全くなくなってて質感がちょっと変わってるからですね、広域の処理の、うんうん、全くなくなってるし、うん、なのによりボーカルのラインも綺麗に聞こえるし、より低域に深みもあるし、うん、っていうのでもうめちゃくちゃ進化してるやんって思ったんですよね、うん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 、で、まあ、今回はこのピアホンだけじゃなくて他のブランドと比べて、あ、はい、大丈夫、大丈夫ですか、大丈夫ですか逆にいや僕は大丈夫ですけど、なら大丈夫と思いますそこをね実際気になってる方多いと思う、そこもちょっとお話ししていきたいんですけど、確かにそうだよね、まずはですね、うん、ハイビーミュージックのプロジェクトエースっていうイヤホン、こちら 39,800 円と有線ピアホン5よりもちょっとねお値段安いんですけども、うん、これ出た時にこれ価格破壊だって言われたぐらい、うんうん、この価格でこの音ってマジすげえなって言われたイヤホンなんですよ、うんうんここと比べたいなって僕も思ってて、あそうなんっていうのも、うん、プロジェクトエースも実はダイナミックドライバー一発なんですよ、はいはいはい、構成的には一緒なので、うん、聞き比べてみたんですけども、うん、音の傾向がちょっとこう対照的な印象っていうのがあって、そう、ねはい、プロジェクトエースの方は繊細な広域ってところと、うんまあ、驚異的な解像度の高さみたいなところが、うん特徴のイヤホンかなっていうふうには思ってます、うんうんただこうかなりね傾向が違うので、うん、どちらがいいっていうのはちょっと言い難いんですけども、うん、低音の質感とかそのパッと聞いた時の迫力というか音の厚みみたいな、うん、ところはやっぱりピアホン5に、うん、圧倒的に軍配が上がってくるのかなっていうふうには思ったんですよ、うんまあ、ただやっぱ広域の繊細さっていうところは正直プロジェクトエースの方がちょっと光ってくるなっていう感じはしたんですけども、うん、ピエールさんこう聞き比べてみてどうでしたか。いややっぱタイプが違いすぎるっていうか、うん、結構おとなしい感じのイヤホンだなっていうのを感じたかな。2つ目がですね QDC のハイブリッドフォーク S っていうイヤホンで、こちら 57,420 円と、うん、いうことで、もう本当にほとんど価格的には一緒の、うんはい、機種なんですけども、この機種はですね低域のキレ、音の立ち上がりの良さというところと、まあ、こうボーカルのところあと分離感の高さとか、なんか全ての帯域をこう高次元にまとめ上げたような、あまとまってるっていう意味ですね、そうですね、うん、機種かなと思います、うん、なんか非常にバランスいいので、あの万人受けするような、一本持っておいて損はないかなっていうような機種だったとは思うんですけども、やっぱりピアホン5聞いた後に聞くとちょっとこう平坦というかとそうなんだよ、ね、物足りなくこう感じてくるんですよね、ちょっとねこもってるところとかね、そこがやっぱ気になっちゃったかな、うん、このハイブリッドフォーク S ってイヤホンの店舗でもこうボーカルを聞くなら、うん、このイヤホンみたいなコーナーにね、あの並べられてるイヤホンなんですけど、はいはいはい、確かにボーカルはね、うん、抜けて聞こえる感じがあってね、やっぱそういうイヤホンと聞き比べてみて、うん、改めて、うん、ピアホン5が低域だけじゃなくて、そうね、あボーカルもここと別に全然負けてないじゃんっていう、うん、その改めてピアホン5のボーカルの綺麗さみたいなところも、うん、なんか感じられるなっていうふうに思いましたね。なるとで最後はですね、セイオーディオのハイプ4というイヤホンで、こちらが 63,880 円の少し今度は値段的に高めの機種になるんですけども、このハイプ4っていう、まあ、ハイプシリーズ、セイオーディオのハイプシリーズっていう、まあ、他にもあるんですけども、オーディオファンだったらもう大体知ってるであろうっていう非常にこう人気のシリーズになります。でこのハイプ4はこの音のバランスっていうのは若干ピアホン5と似ていて、うん、なんかパンチのある低域をベースに中高域も結構こうしっかりと鳴らしてくれるような
機種かなと思うんですけども、やっぱ比べてみるとですね、低域の質感っていうのが結構異なってくるのかなっていうような印象なんですよね。4はこうアタック感とずっしりした低域なんですけども、なんか深いというよりはちょっと低域がこうタイトめな低域で、5に関しては深みみたいなところがすごい際立ってくるようなイヤホンなのかなっていうふうに思いました。うん、聞いてみてどうでした？そうね、いや俺ねこの低域疲れちゃう。あそうなんですね。そう、苦手な割と低域の出し方だからあんまり好みじゃなかったっていうのは、ここの帯域こう処理してほしいなっていうのがやっぱね、やっぱ有線ピアノ5はそこを細かく本当に追求していくから多分全帯域綺麗に聞こえてくる。でだからそこがやっぱ それぞれの機種でここ、こうしたらもっといいのになっていうのは思っちゃったっていうのがあって、でこのやっぱ、まあ、今回聞き比べたイヤホンもそうなんですけど、こう日常生活でイヤホン聞いてて、やっぱそういうことって頻繁に思うんですか？あるある。だからでも今もう自分で作っちゃってるから。そうですよね。基本的には自分の好きな、ね、音が出してくれるイヤホンを売れてるからそれを聞くんだ、イヤホンもちろんピアノシリーズ聞くんだけど、でもやっぱだから自分で手持ちのやつっていうのは傾向がまたガラッと違う。手持ちのイヤホンは持ってて、でそれをたまに出して聞いたりとかすると、めっちゃいい音だなとかっていうのは全然楽しんでるということでですね、ここまでピエール中野さんと有線ピアノ5の魅力について、はい、語ってきたんですけども、まあ、ピエール中野さんの前でそのピアホンのレビューをすることもないですし、他のメーカーと荒れるんじゃないのそのメーカーのファンの人絶対いるでしょ。いやお前何言ってんだよみたいになりそうだけど大丈夫、ごめんなさい、まあ、本当に。まあまあまあ、はい、多分大丈夫ですかね、はい、まあ、好みですからね。そうですね、好みなんで、はい、好みありますから、はいはい、まあいろいろあったんですけども、本日いかがでしたでしょうか？いやでもなんかその他の製品と比べてこうやって動画に出すっていうのは、まあ、あんまりねやったことないから、そうですね、まあ、なんか新鮮というか、うん、でもやっぱ自分の作ったものだし、自分の作ったものに対してちゃんと自信を持って話せるっていうのを、まあ、実際に聞いた上でできたから、はい、それは良かったのかなって思う。だしミュージシャンが作ってるからっていう結構色眼鏡で見る人も未だにいるから、はい、あそこをちょっと取っ払って、ちょっと有線ピアノ5、まあ、ないし3っていうのをちょっと聞いてみてもらえると嬉しいかなと思いますね、はい、ありがとうございます、うん、じゃあこの動画の他にもですね、ピットホン3の、動画もですね、このチャンネルに上がるので、そちらもねぜひ見ていただきたいなと思います。で今回、ね、ご紹介した有線ピアノ5はイヤホンの、ね、店舗で実際に視聴することができるので、ぜひ聞いてみてください。ということでここまでピエール中野さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今回の動画は以上になります。バイバイ。